妹よ、今日は戦車には乗らず、EU の公式フォーラムさんにて、新しくスーパーテストへの参加が決まったと発表のあった新車両、ドイツのティア級プレミアム中戦車、T54D3 の紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。この子は名前から察するに、T54 さんの派生車両になるのかな。うむ。公式さんの説明では、砲塔と車体に追加装甲を装備して、主砲をイギリスのロイヤルオードナンス L7 に変更した子って説明になってるね。T54-55-3は派生車両が多すぎて、私も全部把握しているわけじゃないんだけど、主砲を L7 に換装する改造や、装甲を追加する改造は、普通にされてたみたいなので、画像と同じ改造を施された子がいたのかは不明だけど、似たような子はいたかもだね。つまり史実系のこと言えるほど明確な証拠はないけど、いてもおかしくなさそうな、そんな微妙な子って感じなんだね。うむ。そしたらここからはゲーム内での性能を見ていこうか。主砲は単発390-105mm 砲で、貫通は AP268mm、HEAT300mm、リロード 9.7 秒で、DPM2412 だね。同じドイツの T55A3 と比べると、HEAT の貫通が30下がっちゃうけど、AP の貫通が47、弾発が70上がって、さらに弾速が AP 秒速400メートル以上、HEAT200 以上速いのはすごいよね。だね。次に当てやすさに関しては、照準時間 2.3 秒、精度 0.33、深く5度と、T55A3 と比べると照準時間が 0.3 秒遅いけど、深く以外は十分高水準と言える値だね。ただ公式さんの説明文では、拡散と旋回が悪いって書いてあったので、そこが少し気になるね。あう。拡散が悪いと使い勝手が大幅に悪化しちゃうので、それは確かに気になっちゃうね。うむ。ちなみに砲塔の旋回は毎秒40度なので、T54-3 の毎秒44度や、T55A3 の毎秒46度よりは遅いけど、中戦車としては普通のレベルだね。次に機動性に関しては、前進 45kg、後進 18kg、出力重量比 12.9 と、特に出力重量比の値が、なかなかひどいことになっちゃってるね。あわう。出力重量比 12.9 というと、ティア級中戦車さんとしてはワーストで、中戦車さんの中でも下の方だもんね。うむ。幸いベース車両の T54-55-3は離体の設置抵抗がいい子なので、さすがに45キロ出ない、なんてことはないと思いたいけど、どちらにせよ中戦車としてはかなり鈍速になりそうだね。そして走行面に関しては、カタログスペック上は T54-55-3と全く同じだけど、追加走行分の上乗せがあるはずなので、そこに期待したいね。この画像では追加装甲の厚みまではわからないけど、40ミリくらいあると嬉しいよね。だね。足がかなり犠牲になってる分、そのくらい欲しい気がするね。あとヘルスは1800と T55A3 より50高く、視認範囲は380メートルと T55A3 より15メートル短いね。そしたら最後、まとめといっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。主砲の変更という点もあるけど、大まかには装甲強化型 T54-3 ということで、中戦車戦場の前線でガシガシ戦いたい、そんな人向けなこの気がするね。うむ。機動性も全くダメダメというほどではないと思うし、それなら中戦車さん同士の正面対決が強いというのは、それはそれでグッドだよね。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。